はい、こんにちは、サングラス1号です。季節はすっかり春の陽気でございます。寒い季節を越え、いよいよやってきます登山ハイシーズン。去年は低山とかピストンで同じ山高を登っておいてたけど、今年は縦走とか電波とかやってみようかなと考えている方、あるいは今年も縦走電波楽しんでいくよという方に最適なフットウェアです。こちらはアルパインクルーザー800です。見た目のカラーもいいですよね。今回のポイントは、1、ハイカット、2、防水透湿性、3、グリップ力の3つです。まず、商品情報から言ってみましょう。夏場の長期縦走やトレッキングなどに最適な全天候型のトレッキングブーツです。柔らかい履き心地と高い安定感を両立するデザインが、スムーズな足運びを可能にします。アッパーにはゴアテックスファブリックスの透湿性を最大限に生かす。耐摩耗性に優れたメッシュを使用。しなやかな高品質スウェードレザーで補強していますということですね。重量は片足 25.5cm で 554g。カラーはタンとダークグレー。で、こちらはダークグレーですね。ちょっとネイビー混ざってますが、ダークグレーという、カラー展開。サイズは24cm から31cm まで、1cm 刻みであります。ワイズは、レギュラー。特徴はトレイルグリッパー。そしてソール張り替えが可能となっていますね。まず一つ目の今回のポイント、ハイカットであることですね。冒頭でもお話ししました縦走登山とか、テント泊登山に向いていると。荷物が重くなる天泊や、長期縦走には足首をしっかり保護してくれるハイカットブーツがおすすめと。で、ソールはやや固めで、重たい荷物を背負って長期行動するのに適していると。足首をホールドすることで、足首の捻挫のリスクを軽減して、剛性の高いソールが岩の凸凹から足裏を保護してくれます。で、2番目の防水透湿性。つまり、高強度アッパー素材とゴアテックスファブリックスによるものですね。アッパー素材は表面の素材で、ゴアテックスは内側の素材が透湿性を重視した構造で組み合わされています。で、シューズ内をドライで快適な状態を保ってくれます。外からの濡れと内側からの濡れを防いでくれるというものですね。外からの濡れというのは、雨とか水たまりからの水分がフットウェアの内部に侵入することで濡れます。防水性の膜でフットウェアの全体を覆うことにより、外側からの水をシャットアウトしてくれます。内側からの濡れというものは、運動時に発生した汗が蒸発後、フットウェア内部で蒸発して濡れてしまうと。それで蒸発した汗で濡れてしまわないように、水蒸気を効果的にフットウェアの外側に逃がすという機能もある。それが防水透湿性。フットウェアの内側が濡れないことが非常に大事ということですね。濡れてしまうと、靴の中が滑ってしまうとか、それは靴紐をギュッと縛ることで防ぐこともできるかもしれないんですけども、一番やっぱり足が冷えることによって体温も冷えてしまう、下がってしまう心配があるということですね。それにより運動能力高い人でもやっぱり力が抜けてしまって、課題に力が入らなくなって楽しい参考じゃなくなる、最悪の場合低体温症につながることとか、そこまでいかなくても体調が悪くなって動けなくなるとか、そういうのを防いでくれるんで、非常に大事な機能だと思います。濡れてしまうとやっぱりボディーブローのように効いてくるんで、そういうボクシングじゃないですけど、そういうパンチを受けないように、しっかり防御するっていうので、防水透湿性、ゴアテックス、高強度のアッパー、非常に大事な機能だと思います。それがこの靴には備わっています。で、三つ目、グリップ力。これは、驚異的なグリップ力を発揮する、モンベルさん独自の高機能ソール、トレールグリッパーによるものですね。モンベルさんが独自に配合した素材と泥はけが良いソールパターンにより、濡れた岩肌や木道でも驚異的なグリップ力を発揮します。
スリップによる転倒などリスクを軽減するだけでなく、安定した蹴り出しができ、安全で快適な歩行を実現します。このトレイルグリッパーのソールと一般的なソールの滑りにくさを比較してみると、トレイルグリッパーは42度の角度でもトレイルグリッパーは滑らないと。で、一般的であれば24度でもう滑り出す、そういう実験もされているそうですね。滑りにくさも一般的のソールよりも 1.5 倍高いと。用途に合わせてソールパターンというのは変えてますよと。ソールのグリップ力を最大限発揮するためにアクティビティに合わせて最適なソールパターンを開発していると。地面の状況や背負う荷物の重量、足の置き方を考慮してブロック形状、大きさ、間隔、溝の深さなどを使い分けています。トレッキングだとブロックの一つ一つが大きく、溝が深く刻まれていると。登山道の複雑な地形に対応したソールになっています。実際このアルパインクルーズ800はこういうソールになっているので、トレッキング用のソールになっていると言えますね。確かに溝が深いですね。もうタイヤのような車のタイヤのような溝の深さに感じます。あとはハイキングで、あとトレイルランニングとハイキング、そのソールパターンもあると。3パターンのソールパターンがモンベルさんにはあると。しかも独自のパターンであります。以上3つが今回の、アルパインクルーザー800の大きな特徴であります。なぜこの800を選んだのかという話なんですけども、実際600も考えられて、あとは1000、この3つ選択肢にあるんじゃないかなと思うんですね。結構高い山とでも低山でも、オールラウンダーだとやっぱ600なのかなと思うんですね。で、この800は冒頭でもお話ししました重装とか天白、長期的な登山をする場合に適していると。600っていうのは、旧型でいうとチトンブーツかなと思いますね。はい、こちらのチトンブーツが後継したのがアルパインクルーザー600ということで、結構形も似てるんですよね。特に側面の部分とかミドルカットのチトンブーツを持っていたので、ちょっと600を買おうという考えはまずなかったことがありますね。なのでよりちょっとランクの上のちょっとレベルの高いアルパインクルーザー800を選びたいという気持ちがありました。あとは実際に重装とか天白楽しみたいと思っているので、やっぱりアルパインクルーザー800が欲しいなということですね。結構体格も僕の場合はでかいので、このチトンブーツとかアルパインクルーザー600の靴底の厚さではおそらく白山だったり高い山、長期の登山とかする場合はアルパインクルーザー800ぐらいの厚底があった方がおそらく足裏とか、足に負担がかかりにくいかなと思って、そういう意味でもアルパインクルーザー800が欲しいなと思って購入しました。新しいタイプの靴を試してみたいっていうちょっと好奇心もあったり、あとは単純に新商品を買って登山を楽しみたいなっていうワクワクで購入した部分もあります。自分が行きたい山に適したフットウェアだと思うので、いい選択だったかなと思います。あとは800買うなら1000でいいんじゃないのっていうのもありますね。ただ1000は発売が遅れてたんで、発表はされてたんですけどちょっと遅めだったんで、先に出てたのがこの800っていうのもありますね、購入のタイミングとか。ただそれでもこの800を選んでたと思います。なぜなら、このアルパインクルーザー1000というのは、サイズ展開が29センチまでなんですね。もうめっちゃでかいんですけど、僕はサイズが30センチあるんで、29じゃ絶対に足、ね、ちょっと、かかとつま先やばいと思うんで、
やっぱりアルパインクルーザー1000の選択肢はなかった。ただしなんですけど、アルパインクルーザー1000のレザー、レザーであれば30センチまで展開してるんですね。これはありだと思うんですよ。なぜならこの1000というのはアイゼンが付けられるんですね。セミワンタッチアイゼンの装着に対応してます。これはもう捨てがたい機能で、雪山登山の時にもう大活躍すると思うんで、ね、ただし価格ですね。レザーになるとなんと 41,800 円とかなり高くなります。レザーは高価格なんで断念した部分がありますね。なのでまあ総合的に考えて、価格面、機能面考えてアルパインクルーザー800を選びました。ソールの話ですが、こういうローカットブーツ、こういうアッシュラになってますね。先ほど紹介したトレイルランニングやハイキングタイプのソールの形となってます。あらゆる方向にグリップ力を発揮するように設計されているものですね。ソールもだいぶ薄いタイプになりますね。高さは、まあ、約2センチとなってます。チトンブーツだと一番分厚いところで3センチで、このアルパインクルーザー800だと 3.5 センチのソールの高さになってます。このソールの高さが長い長期的な登山ではじわじわ効いてくるんですね。やっぱり1センチゴムに高いだけで、厚いだけでやっぱり足へのダメージとか全然変わってくるということですね。まあ、前回の動画のアルパインパック40とともにですね、このアルパインクルーザー800で今年の夏は、今季は登山を楽しんでいきたいと思います。まあ、モンベルさんのいろんな登山道具や普段使いをご紹介しますので、それでは別の動画でお会いしましょう。バイバイ。